演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。駿河屋さんというメーカーのお菓子を食べたいと思います。こちら以前自分の地元であるベルクラインというお店を紹介した時にそちょこどコラボしていたワッフルを販売していた会社ですね。こちらも老舗の地元企業ですね。今ここにあるのは冷蔵食品だけなんですけど、他にもまだ余裕あります。でも冷凍溶けたら嫌なんで先にちょっともうちょっと食べちゃいますね。まずはこのコシアンのソフトクリームかな。ちょっとなんか丁寧に包まれてますね。でもちょっと姿見せてくれないかな。いい小豆色ですね。ではいただきます。溶けるのが嫌なので一気に食べています。感想は後でまとめていきますのでその時までお待ちくださいね。まあすぐに来ますけどね。最初に食べたこのコシアンのソフトクリームは食べた瞬間にあんこの優しい甘さが口の中でふわっと広がってきましたね。コシアンなので中にちょっと粒とかはなかったんですけど、あんこの甘みあれだけ出ているアイスって珍しいですね。そもそもアイスに入ってるあんこって粒あんのイメージがあったので、コシアンでこれだけすごいのが出てきて本当にいいです。そしてこちらのバウムクーヘン2種、こちらはそれぞれあんこのあっさりとした甘さ、抹茶の芳香な風味が噛んだ瞬間に口の中でふわっと広がりました、ね、一口サイズなのでお手軽に食べることもできないというのも良かったです。もうちょっと大きなサイズもあった気がしますけど。そしてこちらの味傘、これ生味傘だけどこれ冷凍なのである程度持ち帰りも想定されているんですね。中に生クリームが入っていて、そしてそれぞれのあんこが入って、あんことプリンとかが入っているんですけど、それでこの小倉はシンプルな小豆、この練り羊羹はこしあん風ですね。でも羊羹の中でもちょっとこしあんとも違った食感がありました。プリンはもうちょっとプリンの味があった方が良かったな。もうちょっと溶かしたらいいのかもしれません。でもちょっと半溶けぐらいでも十分に美味しかったです。やっぱりクリームなのでちょっとひんやりできるのがいいですね。そして抹茶は先ほどのバウムクーヘンと同様に芳香な味わいをしっかり感じることができました。そしてね、もうこの中でやっぱり一番良かったのは、この小倉かな。シンプルなのが本当にいいんです。やっぱりこういうのはシンプルなのがいいのかもしれませんね。で、今度はその味がさの常温版ですね。こちらをから食べていきたいと思います。常温版はこれ白あんしかないんですよね。なんで生の方が種類多いんだろう。生の方がいろいろやりやすい、冷凍する分いろいろやりやすいのかな。まあそういう疑問は持っててもしっかりありませんので、ではこっちはシンプルなドライヤーみたいですね。ではいただきます。あれ、生よりも通常の方が、これはかな。次はこちらのおまんじゅう、中はちょっとなんか薄皮の結構破りにくいな。中はこの辺です。おまんじゅうにこんな解説書が入るので相当歴史あるものなんでしょうね。ではいただきます。ただの焼きまんじゅうとは違いますね。こういうのが入ってるだけのこともあります。それだけ歴史があるっていうことなのかな、お店と一緒に。続いてブッセ、これは和菓子なのかなっていう気もしますが、まあ食べてみればわかりますよね。ではいただきます。ブッセは和菓子っていうのかな、違う気がする。でも美味しいからいいか。いや、でもやっぱり和菓子の方がですね。続いてはカステイラ、これも和菓子なのかなっていう気もするんですが、そういう話も聞いたことがある気もしますね。なんか気がしますばっかり言ってますね。見た目はこんな感じです。ではいただきます。カステラはちょっと思ってたのと違うかな。ちょっと残念かも。2種類の味がさはどちらも中のあんこがしっとりしていて美味しかったんですが、個人的にはクリームが入っている冷凍の方が好みだったかなと思いましたね。なんだろう、生よりも冷凍の方が美味しかったやつってあんまり見ない気がします。もちろんこれが美味しくないわけではないんですよ。ただ自分の好みとしてはクリームが入っていた方があんこの甘さがより引き立って良かったかなと思いました。そういう意味ではちょっと残念だったかなという気もしますね。続きましてこちらのこのブッセ3種類、こちらはちょっとやっぱり洋菓子っぽい感じでしたね。あっさりした生地、サクッとした生地の中にそれぞれ抹茶、マーマレード、バニラクリームが入っていて、
バニラクリームも意外と酸味があったんですね。何の酸味なのか分かりませんが、でも個人的には一番このマーマレードが好きでしたね。中のマーマレードの酸味がしっかりとブッセの生地によって引き出されて、その味、まあ、和歌山はみかんの美味しい場所でもありますので、じゃなくて美味しい場所なんかじゃないわ、名産品だ、名産品はでもありますので、その影響もあるのかもしれませんね。だから地元に花を戻せる気もしますが、そしてこの2種類のカステラ、これは生地がちょっとシンプルなんですって、あっさりじゃなくて、ちょっとシンプルすぎたかな、もうちょっと味があってもよかったかなと思いまして、抹茶も決して味がしないわけではないのですが、味カスタやブッセの抹茶と比べるとどうも控えめすぎる気がします。もうちょっと抹茶の味を感じたかったな、他に美味しい抹茶商品があるだけにちょっと残念に思えてしまった部分がありましたね。そしてこの本地まんじゅう、こちらのおまんじゅうはちょっと焼いてある部分に歯ごたえが出ていて、ただのおまんじゅうとはまた違った美味しさがありましたね。中のあんこの甘さもさっぱりしていて、とても良かったです。やっぱりこういうのが同封されるだけで歴史があるということなのかもしれませんね。それでは、はい、最後に並ぶのはこちらで、なんかちょっと袋とかに包まれているのもありますけど、ではその袋に包まれているこちらから、袋やなどに包まれているこちらの方からいただいていくことにしましょうか。まずはこちらですね。おっと、手こずりそうです。こちらちょっと後回しにします。こっちから先に行こう。手こずりすぎて時間が、まわっと、なんかロールケーキ抹茶みたいな感じですね。これではいただきます。ロールケーキとかとはまた全然違った美味しさがありますね。でも羊羹開けにくい。ここで大変な大失態を犯していることに後で気づきます。本当申し訳ないです。後日雪辱を晴らさせていただきます。はい、続いてはこちらのおかきいきます。なんだ、ここで塩気を投入。これでもう一頑張りできるぞ。まあ頑張って食べるっていうのもおかしな話なんですけどね、置いとけばいいんだし。でも食べたい。はい、続いてはこちらのモナカ、これ自分でやるタイプなんですね。というわけでさっさと食べちゃいましょう。すでに割れちゃってますしね。ではいただきます。サクサクもなかにはやっぱりあんこですよね。自分で合わせるっていうのは一手間あるのがいいのか悪いのか、それは難しいことじゃないかな。いやね、試食の時間というのはあっという間に過ぎていきますね。まあちょっと先ほどトラブルがありましたが、あとはおまんじゅうと焼き菓子では、のおまんじゅうから来ます。さっきの焼きおまんじゅうの仲間かな、これ。なんか似たような雰囲気がある。でもちょっと生地はやばい感じ。おっと、ちょっともっちりした感じがありますね。ではいただきます。締めくくりの焼き菓子たち。至福の時はやっぱり終わるのが欲しい。まず最初にこちらの3種類の羊羹なんですけど、いずれも噛んだ瞬間にあんこの甘さが広がってました。一つはクリーミーなので栗の食感も味わうことができました。一口サイズなんですけどしっかり感じることができましたね。というよりこの一口サイズがあるからこそ大きなサイズなんでしょう。ちょっと一般的、いわゆる羊羹でレッスンな大きなサイズもあったんですけど、それ1本で1500円とか2000円とかするので、さすがにこれだけの量を買ってそれもっていうのはちょっといろんな意味で問題がありましたので、今回特殊サイズに来ましたが、それでも十分満足できました。この中だ、これだから特にどれだ、色対応しているようなわからない、ダイナゴン羊羹がおすすめですね。しかし1本2000円の羊羹なんて初めて見ましたよ。おっとっと、そしてこのちょっと順番前後しますけど、この金の本の字まんじゅうはさっき
きのまんじゅうと比べると生地が柔らかめで弾力ある生地で、あんこはさっぱりしてましたね。先ほどとまた違った大きさが、じゃなくて大きさじゃなくて美味しさがありますが、自分は先ほどの方が好きかなと思いました。でもこちらも十分美味しいですよね。こちらのあられはちょうど塩気が欲しいなと思ったところに食べましたので、本当にお米の味と塩気がしっかり口の中に広がってきて、サクサクとした食感、音も心地よかったです。こういう甘いものの中にちょっと塩気が入ってるといいですね。まあそのあたり考えて変えようっていう話なんですけど、そして次のこのくず玉、これはちょっと一体何がしたいのかわからないようなお菓子でしたね。なんか砂糖が大量にまぶされて中に羊羹とかあられとか入ってるんですけど、なんかその中にある砂糖を探さなきゃっていうような感じで、ていうかこれ調理品じゃないですって、あ、完全な勘違いしてましたわ。調理品でしたわ、これなんか作り方書いてるし、もうこういうとこ見落としたらえらいことになったもん。これは今回食べるの断念したのは実はもう一個あるので、これをリベンジ、これでリベンジしたいと思います。本当に申し訳ありません、自分の失敗を人のせいにしようとして。で、気を取り直して次行きましょう。栗まんじゅう、こちらも栗の風味が張って美味しかったんですが、なんだろうな、さっきまでのやつと比べるとあんこの甘さも控えめで、栗もそこまで強く感じられるわけではなかったので初めてかもしれませんが、栗まんじゅうより通常版の方が美味しいって思いましたね。まあ、通常版でのもまた違うのかもしれませんが、このお店に限っては栗が入ってない方が、おまんじゅうの方が自分個人としてはおすすめです。このお店では駿河屋さんについてますね。そしてこのモナカはサクサクとした皮の音まで心地いい感じがある。ただちょっと自分でやるとちょっと割ってしまったりとかそういうこともあるのですが、自分が不器用なのもあるとは思いますけどね。のでちょっとその辺が手間かなと思うのは少しマイナスポイントですね。次こちらのこの花つむぎ、浅いこの抹茶のロールケーキみたいなやつですね。抹茶のあんの甘さが口の中にふわっと広がってきて、生地が入っているのであんこだけとは違った食感の変化もあって、それもただの ローソンとかのロールケーキとはまた全然違うような組み合わせ食感で本当に美味しかったです。抹茶好きの方におすすめできますね。そしてこの最後の方に食べたこちらのプレーンせんべいとピーナッツせんべい、こちらはサクサクとした心地良い音とともにミルクの甘さが口の中にぶわっと広がってきました。そしてピーナッツ入っているとちょっと香ばしさもあるのでこちらの方がいいですね。個人的にどちらもおすすめできます。そしてこちらちぐさでいいんでしょうか、ね、ちぐさは多分クッキーみたいな生地の中にクリームが入っていて食べているとおすすめだけど、ホロホロと崩れていきます。そしてクリームが程よい甘さで口の中にぶわっと広がってきましたね。そしてこちらの黒糖の方がより優しい甘さになっているのでこちらの方がおすすめです。で、今回、まあ、いろいろ食べてみたわけですけど、個人的に特に美味しいかなと思ったのは、まあアイスはこれ一つしかないのでアイスなんです。これでアイスはこちらですね。そしてブッセはマーマレード、羊羹は練り羊羹、ダイナゴン羊羹、味がさは生味がさの小倉、そして焼き菓子は黒糖のチグスですね。これらすべて、こちらがすべて、こちらの点数とさせていただきます。他もどれも美味しかったですよね。まあ、今回、地元のお店でこんな5000円越しに使ってますので、なんかこういうの見せるもんじゃないかもしれませんが、こういうお店をしっかりと食べていきたいですね。どうぞ先まで残して、この未来、先の未来まで残していきたいです。それ元旦に柱になるのか、あなたたち何か重要なことをしようとしているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。塩分と遺伝